亡命スカウトとは、戦争や政変によって、母国を離れた人々によって形成される、ボーイスカウトガールスカウトの運動体。この亡命スカウトという概念は、例えば、ボーイスカウトアメリカ連盟の大西洋連盟や、極東連盟のような海外在住者のための、スカウティング組織の支部とは異なる概念である。時に、スカウティングは政変によって、圧力を加えられる対象となることがある。 それは、通常権威主義的政権が成立した場合に起こる。もので、近年の例を取れば、キューバ、ラオス、ビルマ、中華人民共和国などでスカウティングは弾圧の対象となっている。オーストラリアのビクトリア州に、ビクトリア民族スカウトガイド協会という団体がある。これは、ウクライナ人、エストニア人、ハンガリー人、ポーランド人、ラトビア人、リトアニア人、 ロシア人の7民族からなり、年1回のベンチャースカウトローバースカウト年代のためのキャンプを運営している。多くの国でアメリカ連盟の場合のように亡命隊が亡命先のスカウト組織として機能する。ニューヨークのエストニア人亡命スカウト隊やカリフォルニアの亡命アルメニア人隊はボーイスカウトアメリカ連盟に地方連盟として登録されている。ドイツには アフガニスタン出身のスカウトガイドによって設立されたスカウト共同体であるアフガニスタンスカウト協会が存在しドイツ引退スカウト共同体と協力関係を持ち国際スカウトガイド共同体に加盟している会長はボーイスカウトアフガニスタン連盟草原副理事長のセットホビーブが務めている母国外で兄弟隊に奉仕する亡命スカウト集団の中には母国が 全体主義国家であるがために世界スカウト機構が自分たちを承認しないことに対する憤りが生じることがある。そのためウーズムでなく独立スカウト世界連盟に参加する集団も参見される。ありがとうございます。